おつくろちゃんです。ラットです。今回はですね、ミラーネクロということでですね、まあ、やっていこうと思います。で、まあそうですね、僕がまあミラー好きなんでミラー系の動画出すんですけど、まあ今ネクロがね、なんか単体ですごいやっぱ強いんで、まあそのネクロをまあミラーしてまあ戦うデッキなんですけど、まあまあまあどうやって削るんだと。はい。でまあこちらのデッキでほんまにこんなんで勝てるのってやっぱ思われるかもしれないですけど、こちらを見てほしいんですね。今このマルチでですね、1、2、3、4、5連勝してます。マジでこれで今5連勝してます。これマジっす。何も加工とかしてないです。でこれで、まあまあまあ強いかわかんないですけど、まあ弱くはないかなと思います。でこちらの、まあ、リプレイを見てほしいんですけど、でこのデッキで使うので、やっぱファイボだったりポイズンがないんですよね。だから削るのがマジでディガーとウッドと、あとはハシマイプリンの 3つしかなくて、どれもなんかダメージ量が少ないんで、たまになんか大きなことをしないと削れない時があるんですけど、ここを見てほしいんですよね。ここでこのタイミングで僕はディガーを飛ばすんですけど、この相手がこのバルキリーマスケのテスラトルナフグっていうのは僕は知ってたんですよね。だからこの単体ゴーストを絶対トルネードで吸われるっていうのが分かってたんですよね。ここでそんなんこっちからして分かってて何もしないのなんかもったいないじゃないですか。ただただ起動されるなんで、ここでこのディガーを飛ばすんですけど、このディガーを飛ばす位置ですね、これをここに飛ばします。でこのゴーストよりもてか内側ですね、例えばこれがまあミニペッカとかでもプリンスでもなんか何でもいいんですけど、このトルネードで吸われるって分かってるやつよりも内側にですね、こう出してあげると、ここで吸われた時にこのゴーストがキングに行かないんですよ。今これそのまだ横の城をですね殴ってるんですよね。このゴーストがディガーだけがキングに行って、このもう一体の方は絶対にキングまで吸われないので、ここでゴーストがずっと殴るんですよね。でこれの大ダメージが一気に入って、まあこのままあとはトルネードもあるんで守って、まあ攻めてっていうか、攻めてというか、まあしっかりディガーで削って、まあ、最後そのまま逃げ切ったっていう感じで、まあ、勝利なんですね。なんでこういうディガーの小技もあることをぜひ知っといてほしいなと思います。ということでですね、いつもまあグラチャレなんで、グラチャレでもいいんですけど、チュイトマルチいこうかなと思います。でこのデッキは三重士に対してはマジで強いなと思います。もう絶対、絶対でもないんだよな。でも本当にもうめちゃくちゃ相性がいいのは三重士で、さらに相性がいいのはあのジャイ三重士ですね。あのギャンブラーって呼ばれてるかな、まあって呼んでる人もいるんですけど、あのジャイガゴムレコウモリギャングコチョババ三重士エリポンザップの、もうあのエリポン置いてファイブカポイズン来たらジャイ出して後ろに三重士固め出しみたいな、あのギャンブラーデッキにはマジで勝率がいいですね。てかまあ負けないぐらい強いですね。でまああと何に勝てるって言われたら分かんないですね。勝てる時もあれば負ける時もあるんで、きっかねえ、あ来た。一番しんどいのは結局クロスボウですね。なんでクロスボウは来ないことになります。来たらどうにもできないです。でここはもうアイスピを、おーオッケーオッケーオッケー、ここはウッドで防衛して、このアイスピも大きい。このアイスピが130ダメージあるんで、この130のダメージも大事ですよ。よいしょ。これはハシマイプリンで、あっちのプリンを処理して、OK。ここはゴーストで、ああ、これ美味しい。これはトルネードでキング起動。これが大事ですね。できるだけ初めの段階にキング起動したい。相手はなんか、あんま見ない枯渇です。で、ここは、アイスピだけでいいや。でこの後にディガーを飛ばしてギャングが来るかな、多分ギャングなんで、で防衛のウッド、よし。おお、なんかおもろい。でここは
うん、ゴーストでいいや。プリンでもよかったんですけど、ディガーがもし来た時に大ダメージいけるかなと思ったんで、でここはまあゴーストでバルキリーで防衛されるかな。回してバルキリーか。あー美味しい、これ美味しい。このあープリン読みとかで来るか思ったんですけど、まあまあまあここは少々はダメージ入れて大丈夫ですね。これネクロにターゲット取ったんで、ここで取ってないやん。よくない、これよくないです。一回これはゴーストで防衛して、今エリクサイないやばい。まあ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 早く延長になってほしい。ここはネクロ出して、よしよしよし、これはこっちにディガーを飛ばせばプリンのとこにギャング、うーん来ない。いやこれ美味しい、これネクロがプリンセス処理してくれるの美味しくて、でこれもプリンで処理して、いやー相性いいな。相手なんかめっちゃちっこいやつら多いんで、ちっこいやつらって言い方が良くないな、ちっこくはない、ちっこいか、なんか小物っすね。そう小物、小物系が多いんで、それに対してネクロにプリンに強いんで、よいしょ。これも別にトルネードあるんでウッド使ってドイーと、これでノーダメで、これで多分ガゴムレかな。あーちゃった、あーし待って、やばいやばい、待ってそれよくないけど、そのネクロのスケルトンが強い。よしよしよし、これはもう、あとはこれ延長が6分になったのがすごい良くてです。よいしょ、あーじゃあもう延長が長いんで、このウッド削りですね、もうウッドプラスのディガー削りで、まあ余裕があればハシマイプリン、やばいやばい、待って、よくない、ゴーストなんで透明、よくない、落ち着きました。一回落ち着いていけば、相手もなんかスペルなさげなんで、これは勝ちたい。よし、でこうネクロ出してプリンも出して、よしこっちや、よいしょ、あーまあ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 、ナノプリンが頑張って左を処理してくれて、これ美味しいからのディガーで、これ今相手が特になんもない。よし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 、このダメージがでかい。でここはトルネでしっかり防衛して、よいしょ、ゴース消えろ、 OK、 さっきは消えんなと言いつつも今回は消えてほしい。よしよし、でウッドで処理して、今ディガーを飛ばしてもギャングで守られるんで、まだ飛ばさない。ネックロ出す、ゴーストは早く OK からの、ここをここを攻めたい、防衛しつつのディガーを飛ばして OK、 おいしょ、気持ち攻めとるね。ね、ネクロが入った、よしよしと、よしと、まあまあまあ最後のまあ攻めとるのは別になくてもまあ勝てましたねという感じで、今6連勝ですね。ああしかも5500到達ということで、今グロー59、よしよしよしということで、まあもう一戦かな、もう一戦いきたいなと思います。ふぅし、よし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 、まあネクッタ強いですね。でバルキリーがやっぱ多いんで、バルキリーうんがしんどいかな。でもしんどいですけど、そこまででもないですね。ゴーストとネクロの距離が大事で、バルキリー単体でゴーストとネクロ同時に処理されないようにですね、するのがすごい大事かなと思います。なんでゴーストとネクロの距離を離す、うん、難しい、何言ってんのってなるということで、次ですね、この次の試合で、やばくないか、
じゃあよし、ということでこれ負けたら40近く持っていかれるんで、マジで負けられないっすね。で、このアイスピはもう結構じゃんじゃん咲いていいっすね。で、ゴーストもプリンセスもディガーも結構どれも自由に咲いていいキャラなので、よいしょ、ワディガーを一応トルネ警戒の位置に出して、おー、ファルチね、なるほど。ここは後ろからゴースト出しすぎばなんとかなる。ゴースト相手バルーンかな。ファルチと今バルーン、ファルチイコールバルーンぐらいしか分かんない。ん、あー、バルーンっぽい、バルーンっぽい。まあまあまあ、ここはしっかり後ろから組んで、相手のディガーが多分あると思うんで、ディガーをしっかり、ぽい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 、ここにディガー来たらトルネードです。いた、いや、まだ来ないか。ポイズン全然なんか違うか、外。やばい、アイスピン早かった。おー、よかった、結構来。ファルチあるのがだるいですね。で、これではトルネードでワンチャン。吸ってくれ。おいしょ、これっす。これでゴーストが入る。もうこれがでかい。よしよしよし。おいしょ、もう一発。もうこれはもう相手は油断してますね。このダメージがあるからこそ勝てるぐらいなんで。ちょ、これあれっす。ちょっとアイスピ欲しかったんですけど、今のはあれっすね。このトルネード使うのは多分間違いで、理想はウッドでもうダメージ与えてカードアイスピ回して、あ、多分理想だったかな。こいっちょ、バルキリー出して。もう相手であんなデッキがよくわかんない。スケラー。そっち系ね。でもこれはネクロが強い。で、ゴーストもハニ攻撃。でこれはもう守れますね。よしよしよし。で、ネクロもポイズンだけだとやられないので、で、ここはもうディガーを。よいしょ。よし。で、ここはプリンセスも出して、OK、OK、OK。これもしかしたらバルキリー一発入るかもしれないんで、で、ここはもうウッド削りで、後ろからネクロも出してあげて、まあ、組み立てていきます。で、この間にディガーも飛ばしてですね。いや、これインドラがずるい。インドラが強い。マジでインドラが強い。あ、ネクロ、後ろに。よしよし、よしよしよし。これはネクロとプリンで、まあ、なんとか守れたかな。オッケーオッケーオッケー。あとしかも1300なんで、ハシマイプリンとウッド、ハシマイプリンはあとはできるだけ最後の方にまで取っておきたいですね。ゴースト裂いて、やべ、これやばい、これウッドでまあしっかり防衛して、待って、このインドラやばい、痛いなあインドラで。ここのネクロが生きるんで、でもネクロ頑張れ、まだ頑張れ。この辺にファルチ来る。よいしょ、最悪、これでお前邪魔。ああ、オッケー、ゴースト、これ無視で遅れたアイスピで、ゴーストである防衛。これネクロだけで処理したい。これでもう攻めたい。よしよしよし、ダメージは受けるんで、その分ダメージ与えて、与えた、オッケーオッケー。でからのもう一回ディガー、もう一回ディガー。よし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 、これ入る、これ入る。あー、トルネード、そうだ、ここで攻めるの大事。そしたら相手も攻めれないと思ったのに、やばい。やばい、待って、負けた。よくない。くそ、くそ、まだまだまだ参る、まだ参る。ああ、負け。ということもあります。はい。うわあ、この39って嫌だわ。しょうがない。これはしょうがないです。みたいなね、感じで、まあやっていけば、今のまま惜しかったでね。全然勝てないことはないかなと思います。なんで、まあ、あの、ディガーを、トルネード、こいつ使ってくるなっていう時に、あの、ディガーをですね、出してあげることによって、まあ、一気に大ダメージを与えることもできると思うので、ぜひ、ちょっとやってみてください。ということでですね、今回は以上になります。よければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。